キャラリーの夢が膨らむ、ビクビクワクワクゴシゴシゴシゴ。さて今日のジョークは緊急アナウンス。皆様、私陶器の機長でございます。大変ご迷惑をおかけいたしておりますが、どうか落ち着いてお聞きください。陶器のエンジンは原因不明の故障により先ほど停止いたしました。これより緊急アナウンスをいたしますので、そのままお聞きください。皆様の中で泳げる方は全員左側にお集まりいただきたいのですが、よろしいでしょうか。泳げない方は右側にお集まりください。では左側のお客様に申し上げます。左前方に小さな島が見えますよね。よく見ておいてください。左側の皆様は陶器から脱出した後、速やかにあの島に向かって泳いでください。次に右側の乗客の皆さんに申し上げます。ご搭乗いただきまして誠にありがとうございました。いつかまた皆様が陶器をご利用いただくことを乗務員一同心より願っております。もう少々空の旅をお楽しみください。飛行機事故よりも自動車事故で死ぬ確率の方が大きいのに、人はのんきに路上を歩いていて緊張感ないのはなんでやろ。多分人は死ぬことよりも落ちることの方が怖いんだよ。ブヒー。